はい、こちらは皆さんおなじみグリコの初代のマークです。初代江崎グリコがですね、今年創立100周年を迎えられるということで、今日は江崎記念館に来ております。はい、このグリコのポーズは一体何を意味しているのか、ここからは館長の石橋さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。このポーズはどのようにして生まれたんですか？はい、これはのゴールインマークといいまして、ランナーのゴールインの姿で、健康の象徴ということでこのポーズが採用されました。はい、健康の象徴というのがグリコの商品のある種キーワードになっているんです。というのも創業者の江崎利一さんがもともと佐賀県で薬店を営んでいたということなんですね。お薬を作っていたのにどうしてお菓子を手掛けるようになったのか、そこにはあるものとの出会いがありました。スタジオのお二人ちょっと考えてください。ヒントは海産物です。海産物との出会い、難しいですね。海産物、昆布。いいね。どうでしょうか？いいね。しじみ。カメ？エビですか？いやいや、しじみしじみ全然違うこと。では正解を石橋さんお願いします。自信なくなるわ。はい、答えは、海産物の牡蠣でございます。はい、牡蠣との出会い、一体どういうことなのか、ちょっとこちらに資料がございます。右下にね、大きな牡蠣があるんですが、こちら実物なんですよね。はい、これは当時ですね、江崎利一が佐賀の有明海で見たものと同じ種類の牡蠣を展示しております。漁師さんが牡蠣を茹でた後に出る煮汁を捨てておりまして、その牡蠣のエキスに豊富に含まれるグリコーゲンを病気の予防に役立てないかということで考えられたのが栄養菓子のグリコでございます。はい、こちらがそのおなじみのグリコキャラメルですけれども、原材料名のところを見ますとちゃんと牡蠣エキスと書かれているんですよ。いや、そこはあんまり読んだことない。栄養素となっていたわけなんですね。ですからそのキャラメルを作ろうと思ったわけではなく、その牡蠣のエキスを活用しようとしたのが始まりだったわけですかね。そうですね。グリコーゲンを生かそうとして、当時人気の子どもさんのためにキャラメルを選んだということなんですね。はい、そしてこちらがですね、とっても面白い自動販売機です。はい、仕掛けがありますので、ちょっと石橋さん動かしていただけますか？実践動画を入れてみたいと思います。はい、実践動画を入れました。するとこのように映像が流れるんです。映画付きの自動販売機と、はい、中どのような仕組みになっているのか見せていただきましょう。はい、こちらにはい、上に映写機がありまして、手前にレコード盤があって、その下にグリコを販売する機械がございました。はい、この自動販売機は東京の百貨店や地下鉄の駅にですね、100台ほど置かれておりました。実際に使われていたんだ。はい、このようにして復元って書いてありますね。お菓子が出てくるんです。使われていたものです。このパッケージも歴史を感じますよね。そしてこちら隣には歴代道頓堀の看板が展示されています。25分の1のサイズになっています。こちらが初代で、2代目3代目とありまして、こちらの4代目の看板はですね、ハリウッド映画にも登場したということで世界的にも話題になりました。そして現在設置されている看板は6代目。2014年10月23日に初めて LED となりました。そうでしたね。今では観光客の記念スポットとして人気のランドマークとなっていますよね。現在は100周年を祝うメッセージも流れています。さあ、そしてグリコについているおもちゃ、その歴史がこちらに展示されております。なんと55億個を作られたということなんですが、そのうち4000個が展示されています。ね、そうですよね。もう紙でできたものだったり、もう本当にいろんなものが展示されているんですが、そちらはですね、ちょっとこう女の子が喜びそうな机であったり重曹なども展示されています。こういったおもちゃにはどんな思いが込められているんでしょうか？はい、江崎利一からグリコはこれまで子どもさんの二大天職という、遊ぶことと食べることというのを大事にしてまいりました。はい、その二大天職を表したのがこちらのパッケージ。上がおもちゃで遊ぶ、そして下がお菓子で食べる、その思いが込められているということです。こちら人数制限はされているそうなんですが、無料で見学することもできますので、歴史を感じてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、中継でお伝えしました。ご視聴ありがとうございましたけど。